ははいこんにちは田中雅美です私ですねフリーランスで構成作家リサーチャーライター翻訳などをやらせていただいていてこのチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか私が日々過ごしていて思ったことであるとかを共有していこうという趣旨のチャンネルなんですけれども今日のテーマは「 えー、自民党の新総裁が石破茂さんに決まったということについてお話しさせていただこうと思います。えー、まずはですね、えー、石破茂さん新総裁就任、えー、おめでとうございます、えー。これによって内閣総理大臣にも就任されるわけですけれども、あのー、石破茂さん何度もこれまでに総裁選に立候補されていて。 えー、そのたびに悔しい思いをされてきて、えー、でそれで今回ようやく、えー、新総裁に、えー、総裁に就任されたということでいや率直に何というか根性というか諦めない力っていうものをあのー、石破茂さんの,そのこれまでの何度も立候補してきたっていうところから学ばせていただきまして単純にこれはすごいなと、えー、まずは思いました。 本当にあ諦めなけれ諦めないことって大事なんだなって人生において本当に大事なんだなって私はあんまり根性がないのでそのように思った次第です。はい、あとはですね、まあ、ちょっとその石橋茂さんが新総裁になられ,なられることで。 X であるとか YouTube であるとかえいろんなところでまあネガティブな反応をされる方々っていうのもえいらっしゃいましてえ実際にそのドル円為替が一気に3円ぐらいバーンと下がったんですよね。で先物も,のもまあ2,000円1,600円ぐらい落ちたっていうことをまあ目にしましてまあこれはあの高市早苗さんがあのてっきり世界は 彼女が新総裁ならびに女性初の総理大臣になるっていうのを予想していたからで彼女の姿勢が積極財政っていう形でどんどん経済を,お金を政府がお金を使って経済を回していこうっていうような姿勢だったのでえまあ海外の方々のウェルカムなその反応を示したっていうようなことで。 円安の方向に向いていて日経平均も結構上がってたっていうことなんですけれども石破茂さんはその高市早苗さんとは逆で緊縮財政っていう形であのまあちょっとうまく説明できはないんですけれどもまああのお金を使うんではなくまず借金を減らしていこうっていうような形でやられていてそのためにはまあ法人税を引き上げたりとか。 あのもっと消費者の方に向いた中間層我々みたいな中間層であるとかその,下の方がその下の方々がを重視するようなより政策を取っていくっていうような形の方々で形の政策を掲げられていてだからまあインフルエンスしていくってことにもあまり歓迎されていないっていうような姿勢の方なんですね。 えなのでその,、まあ、その姿勢はどうなんだっていうような、えー、ことが、えー、まあ並びあネットユーザーの方々であるとか投資家の方々であるとか、まあ、世界の方々であるとか、えー、世界の海外の方々であるとかが、えー、そのネガティブな反応を示して、えー、それであの為替ートが急落したっていうような形になってると思うんですけれども。 まあ、私も実はその,あの高市早苗さんか小泉進次郎さんのどちらかが行くんじゃないかなと正直思っていてまあここに来て石破茂さんがこう逆転するっていうのは、ね、全然想像していなかったストーリーなんですけれどもまああのー、まあ総裁になってこれから新総理大臣に就任されるということなのでまあ 僕個人の、えー、考え方とはちょっと違うっていう部分もあるんですけれども石橋茂さんの政策。でもまあ未知数なのでまあ期待はしています正直、えー。なんというか派閥がなくなったからこそ石橋茂さんのまあ形式上なくなったからこそ石橋茂さんのような方,方が。 総理に就任することができたっていう部分もあるんじゃないかなと思っていてその派閥がないことって逆派閥が表向き解体されたことって逆に言えばこれまでになかったフレッシュな方々が閣僚に入ってこられるっていうチャンスでもあると思うのであのまあ是非柔軟な人事をしていただいてまあ あのー、今回戦ったライバルである,あある高市早苗さんも閣僚入りしたりとか、閣僚入りをに登用してあげたりとか、あと、まあえー、新次郎さんであるとか、えー、そうですね、他にもちょっとこれまで目にしなかったような方々を、えー、周りを固めて、まあ、自民党として一致しながら、えー、進めていっていただきたいなと思います。 えー、そうですねあの株とか、あのー、投資とか投資家の方々も今ちょっとそのまあ石破ショックみたいなこと言われててなんかこうすごい恐怖心が、えー、反映されてると思うんですよ、えー、株価とかにも。えー、なのでまあ閣僚が誰になるか次第で。 もしかしたら、えー、このまま、えー、ずっと円高っていうわけにはいかなくなるかもしれない、円高に進むこともなく、また円安基調に戻るかもしれないので、まあ、短絡的にその、石破さんだからダメだみたいなことはっていうのはちょっと違うかなと私は思います。 そうですねちょっとあの私、あまり政治に詳しくないのでちょっと言わせれたんですけれども、このような見解になってしまっているんですけれども、まあ、岸,田茂さんもあ岸田文雄さんも、あのー、最初はあんまり期待されてなかったと思うんです、正直、ただ、あのー、後半になるにつれて新 NISA を導入したりであるとか、円安基調になって日本の株価が爆上がりしたとか、そういったことがあったので、まああのー、評価が高くなるみたいなこともあるんじゃない、全然あるんじゃないかなと思うんで、 ただもしかしたらもしかしたらの話なんですけどあのもしうまいこといかなかったら、えー、短命になるか、えー、もしかしたら政権交代もありえるんじゃなないいかなと、えー、私は思っていますあの今自民党がなぜかその石破さんが総理になられることによってリベラルになってしまってあの立憲民主党が野田さんが代表になったことで。 あの保守になってきたっていうなんかすごい不思議な現象が起きてるんですなのであのもしそのうまくいかなかった場合あの自民党内が分裂してしまった場合はもしかしたらその自民党っていうものがもう2つに分裂して保守の自民党とで石破さんが他の支持者を連れて あの離党してもしかしたらその立憲民主党の野田さんも自 <laughs> あの支持者を連れて離党してあの立憲民主党とあの石破さんの立憲民主党の野田さんと石え自民元自民党の石破さんとで新たな党ができるみたいな <laughs> もしかしたらなんですけどそういう展開もありえるんじゃないかなと私の勝手な想像ですが思っているところがあってもしそうなったとしたら。 そそれはそれはですすごいいいい面白いんじゃないかなかと思います、えー、あのカラーがしっかり分かれるんであの完全に保守の自民党完全にえリベラルなえ立憲自民党で真ん中の中道保守というか中道えリベラルみたいな新たな党ができるとでそしたらその党はもしかしたらその維新を取り込もうとする動きもあるんじゃないかなと私政治素人なんですけれども、えー、そういう思うところがあってそうなったらそうなったであのー、まあ いろんな権力構造というか派遣、えー、を争ういろんな党が派遣を争うってことになって、まあ、二大政党制がいいかなと思うんですけれども三大政党とかなっても全然面白いんじゃないかなと思うんでまあそうなったら私たち、えーまあ、国民はすごい右往左往してしまうことになるかもしれないんですけれども、まあえー、まあ新陳代謝のいい政治であるとか、えー、まあ いろんな人がいろんな主張できる政治っていうものがでまあ良くない利益良くないあの既得権益であるとかそういったものもメスが入ってくると思うんでおのずとえそしたらまあもっと日本の政治っていうのも日本というか将来というのもまあいろんな可能性が出てくるし明るい部分はあるんじゃないかなと思うしもしかしたら暗い部分もあるかもしれないんですけれどもただまあ 個人としていろんな方々が議論し合う、いろんな方々が政治をやっていくっていうのは私、理想的な姿だと思うので、民主主義、資本主義の国として。ですので、石破茂新総裁並びに石破茂内閣に私は期待しております。総裁おめでとうございいますは ご,ご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良いと思った方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。